なみにこの EHEV もハイブリッドタイプですね。ベーシックで、WLTC モードが 29.4kg 走るんですね。あの JC08 モードに関しては 38.6kg ということで、まあ、かなりね、あの優秀ですよね。ちょっとイーコンモードを押してみます。はい、あ、結構普通のねモードがそのグッとくる感じじゃないんで、このイーコンモードに変えてもそんなにそんなに変わらないっていうね感じがしましたね。今ねこれずっと乗ってるとこの差が分かるんかな。今はねこのイーコンモードに変えても本当にね、あれイーコンモードなのっていう感じがしますね。でこれスポーツモードがねないんですよね。今ね少しエンジンがうなる音が聞こえたんですが、これね充電の方に使ってるみたいですね。これパワーの方に使ってないんやね、多分ね。走行の方のパワーには使ってないみたいなんですけど、まあ、高速運転の時だけ、そちらになるということですね。まあ、今鳴ってたんかな、その辺がちょっといつ切り替わったのかなっていうのはねわからないぐらいね自然なんですよね。少しね路面の悪いところを今走ったんですが、まあねシビックとかレジェンドとかに比べるとねやはりねまあコンパクトか、まあ、フィットだなという感じのまあ乗り味ですね。はい、小回り効くわ、フィット小回り効くわ。やっぱクロスターなんでね、こういう少しコンビニとかに入るねところで段差ありますよね。こういうねこういうところもね、あ、なんかスムーズ、なんか普通のフィットに比べてちょっとねこう多少段差のあるところもね攻めていきそうな感じがしますね。このクロスターね、FF タイプで228万8000円からですね。で 4WD は、248万6000円ですね。で普通のねガソリンタイプもありますので、そちらはねさらに安くて、FF で193万8200円ですね。フィットらしい金額になりますよね。まあ、車両価格ですけどね、フィットはねやっぱね200万円台200万前半ぐらいで買いたいところですよね。まあ、ハイブリッドの方は、まあ、エコカー減税とかね、まあ、免税があるよということなんですが、まあ、ガソリンタイプでもね 25% のエコカー減税が受けれます。今日ねこれちょっと試乗レビューのためだけにエブリィ GO を借りたんですけど、ちょうどね2時間半借りました。まあ、15分ね200円なので、30分で、まあ、400円ですよね。ということはまあ1時間800円と、1時間ね800円プラス、走行距離、まあ、1キロ17円ということでね、まあ、1時間だけ借りたいなという時にはすごいね便利だなと。安く済むなと800円、まあ、1000円でお釣りきますよね。まあ、家の近所にさえあればねタクシーとかね全然呼ばなくてもこっちの方が便利いいなと思いますね。いやでも考えますよね、車をね購入するのもいいんですけども、こういうねシェアカーね家の近くにさえあればね税金とかね払わなくていいんですよね。で一番いいのはね家の駐車場がねない方が駐車場借りなくていいんですもんね。私のところでも、だいたいね駐車場2万円前後するんですよね。なのでその分がね毎月浮くっていうだけでもねだいぶ違いますよね。まあ、今ねこれ1時間ほど乗りましたけども、やはりこのシート、すごいね楽です、今回のねフィットね。私のねSパッケージフィットハイブリッド乗ってるんですけど、ちょっと固めなんですよね。新しいフィットのねシートね、よくできてるなという感じしますね。背中がねすごい、これまさにフィットフィット感がするんですよ。でお尻のねところから太もものところまでちょっとこれ
幅が広いんかな、どうなんかな、幅が広くないな、ちょっと太ももの方にかけてクッとね、あの盛り上がってる感じがするんですよね。これよく考えられて作られてますよね、フィット。なんか全然今のところね疲れないですね。よくねコンパクトカーでね遠出したら疲れるっていうね方いらっしゃるんですが、多分このフィットだったらねその辺ね疲れもなく運転できると思いますよ。でこれね本当にね無意識なんですけど、フロントガラスがね本当にビュー、ワイドビューなんですよね。すごいね見晴らしがいいなと、まあ、これだけでもねこのフィットを選ぶ価値あるんじゃないかなと思いますね。でホンダはねこのホンダセンシングっていうのが優れておりますね。前も後ろも、まあ、車がね検知して、まあ、ブレーキをねかけてくれるということで、まあ、誤発進の、まあ、補助もしてくれるということですね。であと追尾システムもあります。 ACC ですね、これ0キロからスタートできます。ちょっと今設定してみますね。これ前バイクだけど追尾できんのかな。はい、今これ前の車、今ねこれバイクか前の車、多分この前のあれカローラに、まあ録音してる感じですね、はい、やはりね前のカローラに今追尾してます。40キロに設定しているのでちょっとね距離が今離れていっていますね。今アクセル踏んでません。このカローラ右にそれましたね。で今これバス、あブレーキかかりました。今ねこのバスに、ロックオンが変わりましたね。ちょっとバスの後ろゆっくりついていきましょう。はい、おおすごい勝手に、結構ね頻繁にね車が入れ替わりますね。それもねセンサーがね結構優秀なんですね。ちゃんとね車が変わっても常に前の車をね検知しますね。まあ、こちら、40キロなので、まあ、どんどんね前の車離されていきますね。おお、こうねアクセルグイグイ、あ結構アクセルグイグイ勝手に進むんでね、自分のペースのアクセルワークじゃないんでねちょっとびっくりする時もありますね。止まる時もちょっとだいぶ余裕を持ってブレーキをかけてくれる感じですね。これやっぱ0キロスタートって言っても最初はねアクセルを踏まないと前に進まないんですね。まあグイグイ引っ張ってくれるわ。ちょっと今車間詰めすぎたかな。まあ、車間距離ね4段階調整できます。今これ一番、離してる状態ですね。今この距離ね車1台半ぐらいかなぐらいの距離設定ですね。一番、距離が短い設定にしております。これぐらいの距離だったらちょうどね間に1台車が割り込んできちゃうかな。まあでもあんまりね詰めすぎるとね怖いですよね。まあ、でもこちらね基本的にまあ、補助システムということなんで基本はね皆さん自分でね操作してくださいね。いやでもこれブレーキの時ちょっとドキドキするわこの距離